するしない。名古屋ドッポの至極の一曲、イエーイ。あ、今までの一番至極の一曲が、はい、なんか入りも良かった気がする。綺麗にまとまりましたね、はい、ということで僕らも大人になりました、ね、そうね、はい、あんま立ってないけどねということで今回も始まりました至極の一曲、はいはい、もう結構ね、あの狙い事やっていろんな方に見ていただいて、ゲストの方にも来ていただいて、予算くださいも言って、コメントにもね予算くださいこの企画面白いって書いてくれたあったんで、ね、ちょっと予算いただいて、はい、お願いしたいですよね。あの再生数もね、そう1万2000再生から、まあ、2万再生超えまで、そういやすごい、はい、これやっぱねすごいわあのすごく単純にまとめると、麻雀が大好きなおじさんたちがおしゃべりをする回、そうね、うん、うん、そうなんだけど、をみんな2万回ぐらい見てくれてるんですよ。そんなことありますっていう、こんないいのなんかあるの。いや、ありがたいですよ、ね、だって僕たち本当にこれ台本なくて、うん、ただ単に好きなことしゃべってるだけなんで、はい、ね、あのでかつあのボスからね、日向ボスからコンパクトにまとめてこれられました、はい、すいません本当に。でまあ、このオープニングの入りからしてまとめる気ないんですね。そういや、なんとかね、うん、怒られないように怒られないように常に考えてるんだけど、すぐ怒られちゃうから、うん、喋りたいのね。そう、喋りたいの、しょうがない。だからあの平野さんすいません、はい、今日もまとまりません、まとまりません、はい、すいません。さあということで、ね、はい、今回もまた面白い至極の一曲を、はい、ちょっと題材見つけてきたんですけど、うん、これは本当に見た方々みんなに拡散してほしい、うん、これは本当にすごかった。拡散してくれれば再生数も伸びるし、そういうとこよくない、よくですあのこういうのはあのボスからの影響だ、うん、本当すぐ怒られちゃうからここだけ褒めてもらえるかもしれないっていうぐらい面白い曲だったんで、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思いますので、はい、じゃあ早速タイトルコール、タイトルコールから行ってみたいと思います、はい。麻雀放送初究極の三茶法、イエーイ。そう、三茶法、そう、三茶法、あ、本当にちょっと初ってやらせていただいたけど、はい、僕が調べた中ではまあ麻雀放送では ないなと、うんうん、まあ、あったとしても、まあ、リーチ後とかじゃなく今回は本当に選んだですが、本当に今ドッグさんが言ったように究極の三茶法で、もうこれね大変すごかったんです、うん、あの見ていただいた方もあこれ分かるっていう方もいると思うんですけど、本当選手の皆さんの時に放銃した選手の凄さも光る一曲なんで、そう本当はね、あの今回、まあ、先に言っちゃうと、あの堀慎吾さんと鈴木太郎さんがあのその対局者の中にいるんですけど、うん、前一回その二人が出ている対局を取り上げてるんですよ、はい、で僕らとしてもなるべく幅広い対局を取り上げたいので、その1回出た人の対局っていうのは基本的には優先順位低めに置くんですけど、さすがにこれはやらざるを得ないだろう。いや本当にそうやらざるを得なかったですっていうぐらい題材が素晴らしいんです。素晴らしい題材、はい、なのでちょっとぜひね、はい、皆さん楽しみにご覧いただきたいですね。はい、ということで早速見ていきたいと思います、はい。さあそれでは早速見ていきたいと思います。はい、じゃあ再生ポチッとなと、ポチッとな。さあ今回はね、はい、ジャンオ戦7月の24日に行われたジャンオ戦の、はい、ちょっと今画面止まってますけど第7節、ね、はい、そうですね、の、4回戦の何の1曲の一本場で、親が、西村さんですね。で対局者が、西村さん、小川さん、太郎さん、堀さん、そうですね、の4名ですね。ジャンボ戦は最高位戦の A リーグと違って、うん、全10節なんですね、はい、だからこれを入れたあと4節、うんうん、でこれドラが9万で、なんと小川さんがハイパイでドラがあんこと、ハイパイいいんですけど、はい、これ結構みんなハイパイいいんですよね実は、うん、結構ぶつかり合いそうですよね、うん、それの西村さんもね、今ターツ終わったんですけどね、急走、うん、パーソーの急走を切っていって、で今回取り上げるのは、まあ、究極の三茶法なんですけど、うん、三茶法だけじゃなくてこれね、みんなのね攻めの手順だったりも素晴らしかったので、うん、そこも注目していきたいと思います。ということでまずは堀さんがね
ナンを仕掛けて、ジカゼの、バカゼのか、はい、うわぁ太郎さんもいまいジャンパーワン、ウッパーピン、チーピン、ローピン、サブローピンもかそうですね、うん、一応ねドニーシャンテンドニーシャンテンまだ4巡目ですけどね。で、小川さんもイジシャンテン、サブロッソウ、リャンワン、サンワン、サブロッソウ、スチソウ、ウパソウ、リャンワン、リーバン、リャンワン、サンワン、そうですね。めちゃめちゃ広いやん、うん、で堀さんは優雅に本一と、はい、あこれでターツオーバーですね、ローマン、うん、これは2、3、4の3、4、5を見て、あこれ難しくないですか、おうわ、すごい、ちょっと止めましょうかね、止めてからの戻す、戻しすぎたんでもう一回行く、行くからの止める、止める、止める、これねドラが9番のアンコが使いたい、はい、で愚形文は管理半満でありますね、うん、でこれ、まあ、結構その特徴がよく出る手配という、うん、であの天敗チャンスでいうとダローマンが一番多いんですね、その切りですね、はい、まあ、要はウッパソスチソを引いた時にカンリャンマンのリーチを打つか打たないかっていうことですよね、そう、その選択ね、うん、ただその最終形の量刑率で言った時にはまあ今3番を払っておいた方が確実に2名以上のマシになりますよと、うん、ただもう天敗を逃すのもこの、うん、というか嫌だってことですよね、そう、やっぱりドラの子だしね、うん、その堀さんがちょっと打点を作りに来てる感が顔的にもあるんで、うん、まあ、なるべく早めに足止めちゃってツモ回数増やしたいなっていうのがありますね、ありますよね、うん、そう、打点を作りに来てるっていうことは速度が速くはないってことですもんね、うん、たださ、麻雀でさ、やっぱ5556って結構強く見えない、うん、ね、だからそれちょっとさ、考えますよね、これあの、あこの形できたらサブロス入ったらこれは強いなってなるじゃない、で、カンリャンマンのリーチを打つっていう決意をしてないとなかなかね、いつも嫌ですよね、これあの天敗チャンスを優先できないですよね、だけどこれ結構ノータイムでしたね、うん、小川さん、うん、これ素晴らしいな、全然選択としてあるからね、今さま切るのは、まあやっぱドラゴンコだっていうの大きいですよね、そうね、うん、あの一刻も早く天敗してリーチ打って上がれたら上がることにも重きを置いてるってことですもんね、うん、これ例えばこれドラなしだったら結構イーマンサーマーいくと思うんですよね、確かに、うん、やっぱりその愚形リーチを打つリスクに対してリターンが見合うか見合わないか、うん、まあ、これはもう9番ドラアンコなんで十分見合うんだけれどもドラがなかったら果たしてそれが見合うのかっていうところも含めると、まあまあ今回の選択は納得いくと思うんですよね、うん、押し返されることもあるからね、これドラアンコじゃないと、うん、他の人がね、ドラ持ってたりする場合がありますからね、うん、ってところで続きいきましょうか、でしょ、まずここで小川さんの選択もありましたと、うん、うそ、これは、まあ、あの5、6、7の3色も見えるし、まあもちろんメンタンピリーチも打ちたいからね、うん、4層ローソ引いてもいいし、これ難しいですが、難しいですよね、おみそつもぎりね、うん、こうしておくと、まあ、つもぎり、イースーマン以外は大体量刑ですよね。そうですね。うん、ここまでなんかすごいマージャンの解説してるみたいだけど、うんうん、こっから30話あるとあんま思えない、ね、思えない会話してるけど。あ、いてててててててほら、タブさんも鼻がちょっと鼻の下かいてたから、いててって感じだったのかな、俺は。キルクールってありますからね。あるね、それ。うん、これ切らないと、あのシュレディンガーの猫と一緒なんですよ。ちょっと何言ってるか分からない。切らないと、つもはいに、あの裾寝てないんで。なるほどね。なるほどね、じゃねえよ。めくるまで確定してない情報ですからね。さあ、これは。これ難しいよね。これ難しいですね。スピンが1枚切られて、スチピンの縦行きが弱くなっていると。おー、スピン。これで、うん、まあ、あの、後継リーチ？そうですね。ただ打ちやすいですよね。僕ね、このイーシャンテンに受けておくメリットもう一つあると思ってて、うん、緊急回避的にヤンマンチーマンのポンテン取れるんですよね。なるほど。そう。っていうのも一つ。お、あとこれね。そう、今見てみて。また生きていっちゃった。戻して、再生して、もう一回止めるからね。そう、これ。これこれ。これね。これ技が光りましたね。そう。これね、西村さん、ローマン
にを並べるんですよね、うん、これ単純な受け入れ枚数で言ったら当たり前の話ですけど、パーマン切るのが一番広いです。いや、まあね、ウーマンの受けがね、うん、いや、まあ、そうだけど、まあ、日差しの今回3色もあるから、うん、まあ、パーマン切るじゃないですか普通は、うん、でこれローマンを切るメリットというか、理由があるんですよね、うん、やっぱりね。ありますね。近藤さんお願いします。まずこれローマン先に切っておくことによって、うん、2468とか、うん、でローマンパーマンって切っていくんで、うん、2468とかちょっと消えますね。かなり盲点になりやすくなります。で今回のピンズが24っていうのも結構大きくて、うん、これ34だったら8切ってたかもしれないです。あの3色確定してないんで、うんうんうん、なのでここは確定させる範囲で、しかも上がりやすくするために3万ちょっとで安くするためにローマンパーマン切るのと、これドラが9万なんですよね、うん、で今回ねピンズの24のところ3ピンもう2枚切れなんですよ、うん、ただ10枚目から数ピンも3枚見えてかなりいいっていうのもあるんですけど、もし3枚目切られたら、もう4枚見えですね、数ピン、あ、数ピン、そう、自分の目が4枚目なんで、でマジもし3ピンはね、もう1枚切られた時に、うん、今度ドラの9万を切った時にも対応できるようにパーマンを先に残しておくとっていう、結構かなり深いローマン切りなんですよね、うん、その要はこれ連環246のリャンカンを残しておいて、ウーマンを引いたときに握りの換算ピンでのリーチを打つ価値がないってことですよね。そう、換算ピンのリーチを打つんだったら換算マンが入った3色確定のリーチを打ちますよと、うん、あるいはね、うん、ドラ引いたりしても3万が3万入れ、うん、逆になってね、うん、もうドラ1だったらまあ行こうかなとかいう打点を意識した上がりやすさとかよりも、うん、あのその後の変化とか打点の相手にどう見えるかっていうのを考えた非常にあの素晴らしい一打ですよね。そうですね。そうで、あの、ごめんなさい、ちょっと話それでいいですか、うん、これあのコメント欄でも、はい、もうちょっとコンパクトにまとめてほしいみたいなコメントをいただいたの僕見たんですけど、僕は思いましたよ。そう、あのね、やっぱりね、取り上げる題材的にあの一番目も逃したくないんですよね。そう、そう、なので、それが至極なんですもん。はい、あの、なのでこれからもコンパクトにはなりません。なりません、はい、っていうところでね、視聴者の皆さんも、はい、あと平田さんも、そう、コンパクトにはなりません。というところで続きいきましょうか、はい、よかったら言えて ね、これ言いたかったどっかでね、うん、怒られよ、ね、そうこれからも怒られよ、怒られよ。さらでこれペイを泣いて役杯なんですね。そう、もう役本一だからもう、うわぁ絶好。いや、この3万は結構ね、盲点に、いや、結構盲点になりますよ ね。246って持ってるんだったら8が先でしょ。そう、うん、あと1、2っていうペン様が確かにあるんですけど、うん、今回ねちょっと天下面が見えると思うんですけど、うん、やっぱりチーマンも結構よく見えると思うんですよね、うん、小川さんのローマンパワーもあるし、一応一旦でありますがローマンは自分の向きが3枚見えてるっていうこともあって、その達成的にも1、2になるかなと。で太郎さんは自分の手立ち的にキーピンをしましたね。うわ3万、これ3万、そう、これが無理なんですよ、うん、で中泊重ねても役役本一の天敗だし、3万って本当に通りそうに見えるんですよ、うん、考えることもすごいけど、あくからね。そうで、これ解説ね、うん、松本さん、あ、渋谷アベマスの松本さんだったんですけど、うん、まあ、とりあえず一発は避けた感じですかねって言って、ただすごい危ないって言ってたんですよね、うん、で、これもう堀さん逆に3万ぼかそうとしてる切り順なんじゃないのというところまで読んでるかもしれないですよね。さあ、これで太郎さんも転敗で、ローマンが現物ですね。ピンフは消えますが、チーマンはまあほぼなさそうなんですけど、ペンチーマンが一応否定はされてないから、そうですね、うん、でもまあ結構なさそうですよねっていうので、チーマン、なるほどなるほど、後の変化ですかね、うん、まあ、例えばピンズを縦引いた時にリャンパーマンと何か似た入りの街になるとかっていうのが一つのメリットですよね。しかも番組自分の絵が4倍見えてて、うん、しかも今は4ピン切られた、しかもトップ目っていうことでここは買わせればいいやと、うんうんうん、でね、このね、今の堀さんのトンも結構面白くて、うん、トンは親に通ってないんで1枚切れなんですけど、はいはい、チームは通ってるんで、さあ小川さんが3万数万で追いつきましたね。追いつきましたね。さあ太郎さん、これ手配変化、もうさっき言った通りですね。ね、これいいですよね。これまあ現物待ちのウッパーピンに取るか、ウーピン切るとリャンウッパーマンチーピン。ただウーピンは追っかけレジの小川さんには通ってないですが行きましたね、うんうんうん、これスーピン3枚目っていうのもちょっとあったかもしれないですね。そうですね、割かし打ちやすいと。さあ堀さん、2件リーチを受けました。
とりあえずチューンは小笠原全然に通してるんで、はい、まあ2人には通らないですよね。これ現状で言うと、西村さんが換算万のリーチ3色、うん、小笠原が3万数万のリーチドラ3。終わりや。ね。一旦チューンで回避ですね。じゃあ競技マージャンは頭跳ねになります、はい、ダブルローンも、三次方もないです、はい、報酬者の一番上茶に近い人が上がるですね。なのでまあこの場合堀さんが報酬した時は親の西村さんが上がるので3万点、ここでもう三次方確定ですよ、はい、田野さんが3万打ったら3に上がります、はい、楽なんで。まあ、この3万を止めてるだけでも十分すごいです、はっきり言って。平は本してる、はい。で、この時点で3万がまだ山に1枚いるんですよね。あ、この時はまだ山に2枚ですが。うわ、引いた。さあ、これで太郎さんは3万を待ちにします。そう、これリーチ打ってるとね、この3万の宝珠になってるんで、やっぱここの、なんじゃこりゃこれ実際の放送でもね、松本さんがこの印刷機でなんじゃこりゃって言ってたんですけど、これ本当になんじゃこりゃですよね。これどっかで見た間のこれみたいなね。そう、あれ3枚持ってるやつ。これ印象はリーチ2人にも無筋なんですね。無筋です。でこれ多分堀さん太郎さんのこの一発目のチーマンの手出しありましたね、うん、親の小川さんに一発目9ピンか、一発目9ピンか、9ピンからのチーマンで、ね、多分太郎さん現物でテンパってんじゃないのって思ってますよね。間違いなく素直に降りてるわけではなさそうです、うん、そうで太郎さんなおかつの展望的に4万2600点持っていて、今現状トップ目なんですよね、うん、でトップ目が親のリッチに対して勝算がなく押すわけがないですよね。押すとしたらしかも何かがありますよね、うん、上がりやすさなのか、うん、それとも打点なのかっていうのもあるし、そうですね、あの太郎さんもまあ天敗だと思ってる、うんうんうん、で小笠のおかげで位置が入ってからもウーピンを切っている、うんうん、無筋で、まあ、太郎さんも天敗かなと。だから多分これ堀さんは太郎さんに切りたくないのもありますよね。ありますね、もちろん親に対して、まあ、もちろんあの筋の牌ではあるけども通っていない太郎さんがテンパっているかもしれない、うん、賞賛があるけど追っかけないってことは親の現物でテンパってるのっていうふうに思いますよ ね、 そうですよね。いずれにしても3万は危ないと思っているんですね、うんうんうん、それもまずすごいけどね。まあいくらなんでもね、あの、まあ、お母さんこれローマン手出しからのパーマンつもぎりで最終手出し E マンじゃないですか、うん、まあまあ E マン関連っぽいとは思ったところでね。そう、あのだって他の範囲もっと危ないんだもん。そうそうそう、もうほぼ危ないんで、うん、これどうすんのってなってる時ですよね。関しちゃいますか。だから選択もありますよね。関、うん、することのメリットはやっぱり安全牌探しの旅、うん、まず今現状に打てる牌がないので臨車から持ってきてこの一巡しのげばもしかしてやり合ってくれるかもしれないとか、あとねもう一個あって新ドラ、うん、表示牌にノーチャンスの牌とか見えた時はね何か切れるんじゃないかとか、あとシンドラ表示班に急走がめくれたら、まあ、地球の果てまで行くみたいになります、ね、そういろいろ選択肢があるんですが、うん、デメリットも めちゃくちゃあります、はい、自分が高くなるということは相手も高くなるし安全牌持ってこれなかった時はただ単に高くした後に放置するみたいな、そういうことになるんでそのリスクを負えるかどうかっていうので、でなおかつ自分はカンドラの表の牌しかドラの抽選ない。そう、裏ドラ見れない。リーチ者はカンドラとカンウラと2種類ありますよね。打点上昇の要素が増えるんですよね。やだな、それは。これはそう、やだなってなるじゃないですか、うん、だからもう3万か切っちゃうかからのこれ悩むよな。悩むよ、やっぱ無理よ。堀さん基本長考ほとんどしないですもんね。でこの3万もやっぱ相当警戒してるっていうところがまずジャンル力の高さが伺えるよね。無邪気にスパンっていっちゃってもね。そう、まあ、小川さんのリーチで、ね、100分ずつ分かりますよ、うんうんうん、いや西村さんのリーチから止めてるんでこれは、うんうん、慈愛があったといえどこんな考えの堀さんもなかなか見れない、ね、すげえな。
3万ない人のがほとんどだよこれ。とっくにね。うん。リーチ一発3色って言われてる。いや言われてもおかしくない。自分全然でしかも生地通りそうなんですよね。うん、でなんか自分3着目で。で残りまだお自分の親番も残ってて、ここで漫画上がるとまあまあ2着だし、そうそうそう、なんならトップも見えそう。そうなんですよ。ローソ通ってるとはいえね、うん、まあ、イーソカンズだからペンサンゾーが、ペンサンゾーがね否定されてるっていうのを一つ要素としたら大きいですよね。でもしょっぱいよ、ね、サンゾーも十分危ないのに。これはすごいよと思ったらドラー引くんかい。これね、西村さんの切り順がローマンパーマンだと9万短期あるいは9万シャンプー結構割り切ってるね。まあ、9万短期が結構多いかなっていう感じですよね、うん、だからもう絶対切れないじゃないですか、うん、9万ドラだし。いやどうすんのこれもう。でイーソー4枚抜くのもね、そう言っても無筋ですからね。これ無理だぜ。これさ、ちょっとびっくりしますね。ウロンって言われても、ステレオで言われますからね。ただこの、うん、超ド級の三茶法、見たことあります、うん、ね。これすごくないですか。これものすごい思考が詰まってた三茶法で、うん、で、僕この放送、実はうちの妻が、はいはいはい、この時実況してて、はいはい、で、お家にで入れたのでしっかり見させていただいて、もうすぐさま堀さんに「もうサンチャホきつすぎ、すごいですね、でも止めたの」って言ってたら話聞かせていただいて、うん、太郎さんがリーチを打ってくれた時は、うん、イーソー4枚を並べると。なぜならもう3人リーチで来てた時は全員に対応しきれませんと、3番も太郎さんに危ないから、うんうん、だったらイーソー4枚で通った時は完全にいけると。ただ太郎さんが先輩だとは思ってるけどリーチは来てないってなってた時はやっぱりちょっとわからないので、イーソーはあまりの今度はリスクだし、あのしのぎ切れるかもしれないんで、苦渋の選択で3万だったらびっくりしたわって言ってました。びっくりはするびっくりはする。全員か全員かいって。この後あの堀さんの顔今ちょっと見えてるんですけど、ちょっとにやけてましたからね。にやけたのはトリプルローン打ったら初めてだろうなっていうにやけだったらしい。とんでもないトリロンなんですよこれ。しかもリスクを考えて考えて考えた末にそうトリプルロンですからね。いや、ま、この曲が成立したのって太郎さんが丁寧に闇天から安全な回路を切って手を組み替えたことが一つと、うん、ま、小川さんがテンパイスピードをしっかりとこう重視した自分の打点に見合った手組みをしたっていうことと、西村さんが自分の手の手配の価値とホーラリズを高めるために2468から6を先に切ったっていうことと、その3人の技術と堀さんの耐えそこ忍耐全部が合わさった。だから本当にこれが一つの作品ですよね、うん、本当に見てる人たちが簡単に見ちゃう場面だと思うんですよね、うん、高野一曲っていう、そういうのを取り上げられるのがこの至極の一曲だったんで、これだけは本当に同じ人たちなんですけど、どうしても上げざるを得ないぐらいすごかった。いやこれね、例えば、まあ、僕も見る側になることって結構あるんですけど、うん、放送対局を見てる側って換算番だリーチだ3番数番のテンパイだで、まあそれってこういう材料から読むことはできるよね、うん、読み筋には入るよねっていう目線で見ちゃうんですけど、座ってる側ってやっぱり神の目線じゃないですよね。目線じゃない。この3番を警戒する難易度、しかも自分薬本位ですよ、医者店ですから、ね、そうそう、どっちも逃せないところなんですけどね、うん、それがどれだけ ね、 でしかも堀さんって家庭を結構大事にする人じゃないですか、もともとが結構押すイメージもありますしね、うん、読みを信じてですけど、それでもこれは押せないってなってるんで、そういやーすごい本当に。ということでね、またコンパクトにはできなかったですけど、はい、いやまあ途中で言いましたからね、まあ、ね、する気がありません、する気がありませんと。さあ皆さんいかがだったでしょうか。やっぱね、こういうこれ結果堀さんは最終的には宝珠に回ってるわけじゃないですか、うん、なんですけど、その失点した行為にも本人の技術知識が詰まってるんですよね。そこなんです、伝えたかったのは。ありがとう。
さすがパートナー。そこを伝えられるのがこれだなと。だから技術のある三茶法っていうのもまたな本当にないんじゃないかなって思って、これ普通だったら補充してますか。補充してますだからね、うん、もう小川さんがノーマンじゃなくてね、うん、今なり聞いてたら、うん、3万補充してるかもしれないですからね間に合わなくてとかもあるんで、素晴らしい、本当涙涙での三茶法だったなと。いや面白いですね。ということで皆様、うん、いかがだったでしょうか。この三茶法本当に歴史に名を刻むんじゃないかと僕は思ってます。皆様の拡散が大事です。ぜひ皆様に見ていただきたい、はい、案件ですので、目指せ2万リツイートお願いします。行ったら何かプレゼントしましょうか。そうしましょう。2万リツイート行ったらそれはもうやりましょう。さすがにね、うん、あとまあ10万再生ですね行くねいやでも10万再生行ってもおかしくないんですよ。10万再生行ったらじゃあ僕らの私物なんかプレゼントしましょう。そうしましょう、うん、何が欲しいかな。今長さんねとあの袖からすごいいい時計見えてるんですよね。これダメだろこれはダメだろ。さすがにね、うん、これはねまあ分かんないですけど、うん、本当に行く、はい、行く寸前とかだったらね、ちょっと考えましょう。僕たちからあの SNS でまた発信させていただきたいと思いますので、はい、さあ本日もご視聴ありがとうございました、はい、高評価チャンネル登録これからもよろしくお願いします、はい、それでは皆様またお会いしましょう。さようなら。